復活した世界50代限定の BMW3.0CSL の知られざる5つの事実。BMW3.0CSL は現代で最もエクスクルーシブな M モデルだ。ここでは、おそらくあなたがまだ知らなかったであろう5つのことをご紹介。3.0CSL、その名は、BMW ファンの目を潤ませるだけではない。 オリジナルから50年、M 社はこの伝説を厳密な限定新型車という形で復活させた。50台のみ生産され、そのうちの11台がドイツで販売される予定だが、そのすべてはとっくに完売している。BMW3.0 CSL については、すでに多くのことが書かれている。特に価格については熱い議論が交わされた。というのも、 M4CSL をベースにした3.0の価格について、BMW は公式には明らかにしていないからだ。噂では M 4、M4CSL×4 大半に相当する75万ユーロ、1億円超という破格の値段になるとも言われている。我々がディンゴルフィングの現場で 3.0CSL の生産を見る機会を得た後、 法外な値段は少なくともある程度は理解できるようになった。なぜなら50代の CSL はすべて手作業で製造されているからだ。BMW 3.0 CSL 生産台数50代3.0 CSL が BMW にとって本当に心の拠りどころであることは最新の情報を精査すれば明らかである。 愛すべきディテールの数々は、ほとんど無限大だ。サイドウォールに50の数字が入ったミシュラン製パイロットスポーツ 4S の、スペシャルコンパウンドタイヤに始まり、最大7回塗り重ねられる M カラーリング、3.0専用に設計されたマニュアル6速ギアボックスのレトロシフトノブまで、おそらくあなたが知らなかったであろう。 BMW 3.0 CSL の5つの魅力をご紹介する。1. 取り外し可能なナンバープレートホルダー。3.0 CSL は決してショーカーではなく本物の M モデルであり。ミュンヘンでは将来のオーナーにそれ相応の運転をしてもらいたいと考えている。超限定車である CSL。 をレース上に持ち出そうとする人のための配慮がいくつかある。その一つが、フロントナンバープレートホルダーを取り外すことで、冷却風をよりよく供給できるようにすることである。この作業は、ほんの数ステップで簡単に行うことができるようになっている。まず、ホルダーの後ろにある左右の蝶ネジを手で緩め、次に、 少し敏感になってラグを持ち上げると、ドイツで規定されているナンバープレートホルダーがバンと外れる。そして、ヘルメットをかぶってのドライブのために、カーボン製フルバケットシートのヘッドレストの一部も取り外すことができるのだ。に、トーイングアイのキャッチストラップ。BMW3.0CSL のオーナーは、できれば目にすることのないディテールが、 トーイングアイのカバーに隠されている。この小さな部品にも M ストライプが手作業で描かれているため、器用さを必要とするカバーだけでも見どころがある。しかし、真のアイキャッチャーはシートベルトをモチーフにしたトーイングアイの、キャッチストラップであり、クラシックな M ストライプが施されている。さらに、 3.0CSL の文字が小さな視点にプリントされている。こうした小さくも細やかなディテールが CSL にどれだけ心血が注がれてきたかを物語っている。3. ルーフスポイラー、エアリアル内蔵。もちろん、オリジナルの初代バットモービルの特徴的なルーフスポイラーは新しいエディションに引き継がれている。BMW は 最終バージョンに至るまで50を超える様々なバリエーションが、風洞でテストされたことを誇らしげに宣言している。他のほとんどのアドオンパーツとは異なり、ルーフスポイラーはカーボンではなく GRP で作られている。これには単純な理由がある。ルーフスポイラーの中央のバーにアンテナが収納されているからだ。ルーフスポイラーがカーボン製だと、 シールドが強すぎるのだ 4. パーキングエードはない。視覚的な理由から3.0 CSL には従来のパーキングエードは装備されていない。ベース車両の M4 CSL にはパーキングアシスタンスが用意されているが、BMW は3.0からは醜いセンサーを省くことを決定した。とはいえ、 リバースカメラは搭載されているので、十分に注意してバックしてほしい。なぜなら、3.0CSL では、小さな駐車場の隆起や段差による傷でも、ランツフート工場の BMW 従業員が仕事をしなければならなくなり、修理費が非常に高くつく可能性があるからだ。5. ギアボックスの交換は5万キロメートルごと、 3.0CSL の車重は1635キロで、S58 ツインターボエンジンの最も強力なバージョンを搭載している。つまり560馬力、M4CSL550 馬力だ。ただし、ギアボックスへの配慮から最大トルクは 550NM、M4CSL650NM に絞り込まれている。 M4CSL とは異なり、オリジナル 3.0CSL へのオマージュモデルには、6速マニュアルギアボックスのみが用意されており、これはすべての純血主義者を喜ばせる事実である。しかし、ギアボックスについては、耳を疑うような情報が一つある。BMW は5万キロメートルごとにギアボックスの全交換を規定しているのだ。 トルクを絞っているにもかかわらず、それでもまだパワーがありすぎるからというのがその理由だ。交換にかかる費用は5桁、数百万円に上る。50人の顧客のうち 3.0CSL にそれほど乗る人はほとんどいないだろうと思われるので、実際に交換されるのは稀だろう。 後にこういったことが伝説になることを見越したミス社のブランディングの一つかもしれない。それにしても不思議な話である。